サラシノ先輩もアーリャさんももう行ったよ。そうか。やっと二人きりになれたね。それじゃあ俺もじいちゃん迎えに行くかな。お前こそさらっと綾乃の存在を無視するな。釣れないし、兄弟できるのは久しぶりじゃんか。ああ、そういえばそうか。まあ、お兄ちゃんはアーリャさんと楽しく過ごしてたから気にならなかったかもしれないけど。いや、そんなことはない。そう、クスンクスン、寂しかった。そうかそうか、寂しかったのか。とりあえず机から降りような。というわけで、甘やかせ。いや、お前情緒どうなってん。どうした、早くしたまえよ。ここでですか。そうだ、ここで今すぐ甘やかせと言っているのだよ、マサチカ君。わかりました。ほら、こっち来いよ。よし、やめよう。ああ、嘘嘘、お兄ちゃんかっこいい。と、じいちゃん来たわ。